丈夫か、水野。ありがとう、シン。どうしたんだ、流行。文化大革命の最中に青春を送ったお前に、神格化された私のイメージを消し去ることはできまい。ダメだ、俺に毛沢東を倒すことだ。なんだって、流行、お前は忘れたのか。俺たちが兵配図と呼ばれ、学校や世間から締め出された体制を作った張本人が誰なのか。流行、この血と一緒に俺を自爆していた共産主義の神話まで流れ出していくようだぜ。大丈夫か、流行。俺のことは気にするな。お前は奴を倒すことだけを考えろ。次の一撃で一気に型をつける。みんなの力の全てを俺に集中してくれ。わかった。大王たちよ、黄泉の国で永遠の眠りにつけ。これで終わったのね。いや、これから始まるのさ。え？中国が新しく生まれ変わるために。